うどんです。今日なんですけれども、エクストラのロストヤミラミを使っていこうかなと思います。まずヤミラミなんですが、HP80 の超タイプで、技1個目が無色1個で使える、ヒッカク、20ダメージ。もう一つの技が、ロストマイン。超エネルギー1個で、ロストゾーンにカードが10枚あると使える技で、ダメ感を12個好きなように乗せることができると。この技がね、かなり強いので、1ダメから打っていきたいのですが、ロストゾーンが10枚ないといけないので、デッキの大半がロストを貯めるカードになっています。まず1枚目がケララッパ。特性山渡りで、自身がロストゾーンに行きながら、相手の山肌の上がサポートならロストに置ける効果を持っています。次にロストミキサー。手札を2枚ロストゾーンに送ることで1枚引ける効果を持っています。で、次にプリズムスターたちですね。プリズムスターはトラッシュに行かずにロストゾーンに行くので、バトルコンプレッサーを使ってプリズムスターのカードたちをロストゾーンに送ることができます。あとはエアコンなどを駆使して、まあ、高校1ターン目からロストマインを打っていってやろうというふうなデッキですね。というわけで対戦のに行きましょう。おいっす、おいっす。いいね、これは後手もらおう。ハンドはまあ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 といった感じなんだけど、山圧縮したいから霧の水晶から打ってポストから入る感じかな。これはダークライはまあいいんじゃない。まあアセロラ入ってないがちなんで、マンタも多分入ってないんで、まあいい感じにダメ感乗せ続ければ、まあ、どっかで勝てそうな気がする。まあ、クロバット2面とか出してくれれば、そのクロバット2回倒してって感じでいい感じになるんだけど、ダークライ V スターとかだけでとつられまくってると、まあ、案外足りなくて負けることあるんですけど、まあ、基本的にはね、さすがに他のポケモンも出すんで、HP が240以下だったらこっちが2パンで間に合うんでね。オッケー、動き弱い。ケララツパから来たけど、まあ、これ一回山をちょっと圧縮して、闇闇持ってきて圧縮してからポストから入る男。なんでもいい、マジで。なんでもいいとは言ったが、なんでもいいとは言ったが、これね、ケララッパ使えないね、キャリーも持っときたいんで、これ、マラヤキャリー持っときたいんで、ここだね。ワンドロー見よう。コンプレッサーでいい。はい、天才。コンプレッサーは天才。これ5対1からいける可能性あるな。ヤーコンと、ヤーコンと、まあ、プリズムスター2枚。これで OK。で、まあ、ヤーコンから入って、これで今何枚だっけ？これで 5?4 か。4か。ちょっと厳しいか。コンプレッサー1枚引いたらワンチャン引いたね。ワンチャンあるな、これ。これ、確かまだ山に4枚ぐらいあったんで、プリズムスターが。これ、チャリからでいいな。チャリから入って、コンプする？これ。エネルギー回収何枚切った？エネルギー回収、まあ、ある、いいか。エネルギーもトラッシュ落ちてないし。さすがにこれは足りないんだよね。ここで、まあ、1、2、3落として、で、1落とせるけど、ミキサー引けばいいか。ミキサー引きゃ勝ち。いや、これキャリーがあるからいけるか。キャリーがあるから、これで何枚？これで1、2、3、4、5、6でしょ。6、7でしょ。オッケーオッケー。これで、キャリーがあるんで、ケララッパ2枚と、プリズムスター落として、で、キャリーから、まあ、ケララツパーを2枚回収と。で、山渡り2回使うことによって、10枚になりましたと。完璧ドラゴン。強すぎんごね、さすがに。まあ、このポストは次打ちましょう。次打ってサーチャーかヤーコン回収してドローしたいんで。これで、闇闇がロストマインを打っていくデッキ。強すぎワロタ。まあ、これ、ガラルファイヤーでいいかな、全部。全部ガラルファイヤーにしよう。多分、ダークライブスターは倒さないと思うんで。次、相手がポケモン出してこなかった場合は出すんですけど、5手1ロストマインはね、神なんだよな、やはり。やはり神といったところ。さあ、動けるか、相手。スカフィー。これそう、負け筋がスカフィーでめちゃくちゃベンチ並べて、フィールドブロワーで張り替えてっていう動きが負け筋なんだよな。そう。フィールドブロワーで張り替えてダメ感乗ったポケモンをトラッシュに落とすっていう動きが負け筋なんで、これ先に倒した方がいいんだよな。ダメ感乗ったポケモンはできるだけ先に倒した方がいいっていう。まあ、N 打たれるんですけど、まあ、N 打たれてもいい盤面にしながら殴るっていうのが、まあ、理想かな。あ、まあ、これはガラルファイヤーとクロバットに乗せるか。ガラルファイヤー倒そうかな、さすがに。ちょ、倒しておくことによって、そう、後々ベンチを並べられにくくするっていうのも大事なんで、まあ先倒しかな、さすがに。それがね、スカフィの強いところだな、本当に。スカフィが強いところ。実質 AZ を複数回打てるみたいな。AZ じゃないか。手札に回収。いや、エンドありがたすぎ、ワロタ。エンドを守るありがたすぎ、ワロタ。残念だったね。これさすがエネルギー回収だね。で、ポストからヤーコンにつながるカード。まあ、ランレシでつながんじゃない多分。レンジャー落ちてるしね、確定ですね、これは。確定ヤーコンなんで。見てないけど、まあ、ヤーコン確定と。オッケーオッケー。悪くないね。闇闇は？これ1枚落ちてる。山にあるっけ？ 1 枚。ある気がする。あるね。オッケー。で、エネルギー回収は？エネルギーが1枚落ちてるけど、まあ、使わなくてもいいけど、使っといてもいいんだよな。霧の水晶打ちたいかな、どっちかっていうと。水晶打ちたい。水晶ない。まあ、チャリンコでいっかじゃ。ちょっとこれね、山薄すぎる可能性あるから、一旦ここら辺で我慢しとくか。ここら辺で我慢しとくか。山減らしすぎちゃうとこれ、負けるんで。まあ、一旦倒そう。ガラルファイヤーは。ガラルファイヤー一旦倒してよくて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、まあ、クロバットかな。クロバットワンツー。そう、スカフィケアには結局ね、盤面の枚数が必要なんで、盤面の枚数を減らすってのは結構大事なんだよな。まあ、でもこれ N ケアするんだったら先にエネルギー回収打ってもよかったかな。ちょっともったいなかったから使わなかったんだけど。
あ、そうした。はい、そうしたっす。まあ、後手じゃないよね。そうなりますと。そうなりますよといったところ。OK、一旦目闇闇に今出せんのは偉い。木なし。これ、ラフレシアがどっちにしても重いんだよな。そう、どっちにしても重いんで、これ一旦目からできるだけ回すしかないか。うん、できるだけ回しましょう、一旦目から。さすがにグッズロックから出してくるはずなんで、さすがにね。おっと、二面出してきた。さすがにグッズロックからしてくるはずなんで、まあ、できるだけ打つところは打っていきたい。これ、ヤーコンは落とした方がいいかな、一応な。ヤーコン落とし、ホスト、チャリかな。チャリンコ。一応ね、一応持っといて。もう一回ポスト、サーチャー、さらにポスト、ランレシ。ランレシの方が確定か。まあ、N 打たれる可能性あるけど、これは打っといていいんじゃないかな。N 打たれる可能性はあるんですけど、まあ、ここまでやっといて。これね、ブレンダー打ちたいんだけど、切るカードがないんだよな。しゃあないな。まあ、これヤーコンだけで、ロスト目指せないかな、頑張って。トップのケララッパとか引いて、まあ、ワンチャンじゃない、ワンチャン。ワンチャンはありそうだけど。まあ、どっちにしろね、種ポケモンが技使えないラフレシアが無理なんで、無理無理無理クソンなんで、まあ、そこだけ無理なんだけど、どうせ一旦グッズロックから出してくるはずだから、まあ、そこを倒すしかないっていう。いや、ここ2枚切ってよかったか。いや、2枚切ってよかったな、さすがに。そういう勝負になんないんで、これ、多分ね。多分そういう勝負になんないんで、とりあえず次のターン、ロストマイン打てるように特化した方が、まあ、良かった可能性はありけり。本密風土関係ない。このターン進化できない。いや、ワンチャンあるな。持ってないね。これは、ワンチャンス出てきたぞ。ありがてえ、このワンチャンス。ってか、これ、殴れれば勝ちか。いや、これいけるっしょ。さすがにこのコンプレッサーはいっただろ。これさすがにいった。あまりにも行きすぎてる。何枚か、もう見てない、もはや。もはや見ません。コンプレッサー、これ勝ち確やな。1、2、3、4、5。コンプレッサーで、1、2、3。で、ロストミキサーで、2枚送って、オッケー、相手の事故につけ込んでいく男と。1、2、3、4、5、6。あざした。チッス。これマジさ、これだけ見るとさ、やばいデッキだもんな。え、なんでここ入ってんのってなるくない？そんな採用の仕方あるってなるよね。それがいいんだよな。初手がいい。ハンドはまあまあまあワンチャンぐらいあるでしょ。まあ、ワン級に抗うために2面出します。まあ、2面出してもね、ザグマ8回投げられるんだけど。あ、なんかすげえデッキ来た。すげえデッキ来たけど、5手1でいければいけるか。多分。5手1でいければいける。せっかくやっぱサムネがさ、ロストマインなんだし、まあ、そもそもタイトルもロストマインだからさ、今日はロストマインしましょう。いや、メタモン入りなんかな ?PR が。いや、でもこのメタモン、マーシャドウか、マーシャドウかオロヨノになる気がするんだよね、多分ね。多分だけど。わかんない。相手の面次第。ちょっと、これは、ま、悩むわ、マジで。まあ、ビリリとディット2面だったら、ビリリ6個、ディット2個で、あ、ディット6個で、まあ、マルマインされるのは防げるから。ミュー EX。なるほどね。そういうタクもあるか。これワンキルだったらおもろくない？ワンキルな可能性、まだビレゾンあるんだよな。フェローチェか、フェローチェか、マーシャドウか、ミューミューか、なんかそこら辺に変化してくる可能性がね。まあさすがにマルマインだよな。まあ、待ちますか。何かしらを待ちますか。ん？何が落ちた？ポケストップ。ポケストップか。わかんねえな。ミュー EX のいいデッキなんかないですか？エクストラ。ね。ミノマナブあんじゃん、ミノマナブ。あれの超タイプはミユ EX しかない。ちなみに。と、鋼、ね、あれなんだっけ他に。ミノマナブってタイプ何があるんだっけ。と、鋼、ね、草じゃん。で、ミユ EX が超、あと、サンダース、ブースター、シャワーズで、水、炎、草。あ、草は、草じゃないわ。雷か。そう。だからタイプ7個ぐらいつけれるっていう。デッキま
まあ、ただミュー EX が、2枚取られちゃうんだけど、うんって感じやな。あ、でもそもそも超タイプ弱点つくのなんて、まあミュウミュぐらいしかいねえし、ミュウミュだったらまあいいんじゃないって感じはしない。サイド2枚上げても、まあスタートしたらキモいけど、まあいいデッキではないね、ちなみに。別にそれもできるよぐらい。暇だな。島巡りの証を入れよう。島巡りでまた爆発して N 打ちたいな。あの時なんならリセットスタンプだったけど。デュエプレまだやってる？次の段が出るときにやる。だからもうそろそろ出るでしょ、確か。デュエプレもシャドバも全部そんな感じ。ポケモンカードだけちゃんとやってる。段が出るごとに新しいパックを買ってやるみたいな。そう、殴ってドローンかな。確かに殴ってドローンもありえるな。ミュウ VMAX の時にミュウ EX 入れて33でサイド取られるのを防ぐ。なるほど、面白いね。え、普通にディアルガじゃん。なんだ、どうしよう、待ってね、考えます。ミラーギルたくさん N つけてめちゃくちゃデッキでミュウ EX につければ付け替える手間を省ける。なるほど、ボルファルザー X はやばい、こっちから。いや悪くねー、それマジ悪くないぞ。ヤーコンいいよ。ヤーコンからかな。いや、ここ6個6個で多分勝ってるから。なんかそれ来すぎじゃね、こんなもんか。チャリから、さすがにいけるっしょこれ。こっち。チャリから、こっち。チャリから、こっち。1枚。あれこれ無理じゃねいけるか。1、2、3、4。ここいらない。いや。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、いけるか。おい。おい。あ、ケラッパが2しかない。1枚落ちてる？ 1 枚落ちてんのか。今何枚？ 6。ランレシ。レベボ切るか。最後ワンラビハロー。あり。まあ、いけるんで問題ないっすね。1、2、3、4、5、6、7、8と。で、90と。レンジャーいらんよね。ん？あ、てかこれそもそも倒せんじゃん。50だから、ラッキー、倒そう。1、2、3、4、5。まあね、一応倒した方がなんか変なカード出てきたら怖えから。めっちゃ決まるんだけど、すごいわ。いや、マリガン込みだと確かに確率上がるな。まあ、こっちもマリガンするから多分誤差なんだけど。いや、気持ちいい、マジで。